イメラジオ第1075回、今日は平成30年2月14日水曜日です。時刻は午後5時半、横浜港北、太陽はもう丹沢の向こうに沈んで、もう夕日もなくなって、街には夜の明かりがつき始めましたね。けれど空に明かりあり、そんな夕刻の横浜港北を見ながらの放送です。夢ラジオの1075回、今日はとっても晴れた冬の水曜日、お仕事もなかった私は藤沢から鎌倉まで国道134号線歩きました。藤沢から鎌倉まで腰越え、七里ヶ浜、稲村ヶ崎、由比ヶ浜、そして鎌倉ですね。あのルート134、鎌倉や藤沢の方々にとってなんとなく誇りなんじゃないでしょうか。あのルート134、平日のお昼けれど、やっぱりあの道混んでましたね。人気なんですよ。その道を藤沢から鎌倉まで、ああ今日は富士山がしっかり見えましたね。富士山見に行ったようなもの。由比ヶ浜、こんな真冬だけどサーファーが波乗り合ってたという、もうあんたらやめとけみたいなこと言いたいんですけど、黒いスイムスーツ着て波乗り由比ヶ浜で、こんな2月に、真冬のサーファーはまるでカラスの群れのようさ。失礼しました。かつてユーミン、真冬のサーファーってあれいつ頃の曲なんでしょうね。もうずいぶん昔だと思うんですけど、そのユーミンに歌われたカラスの群れみたいな、失礼しました、カラスの群れみたいな真冬のサーファー、今日も頑張って由比ヶ浜の沖に出てましたね。塾の先生やってると慶應義塾とかに受かって、これからサーフィンやるんですよ。そんな男子もいるんですよ。慶應に行ってサーフィンやるんですよ。あのサーファーの中にもそんな教え子ひょっとしているかもしれませんけれど、ルート134から見るその風景では、それが誰だか全くアイデンティファイはできませんね。さてこんな話をしていると、全然夢ラジオの放送になりません。今回は
ちょっと真面目な話しないとね。今回はマイケル・ウォルツァー著「正しい戦争と不正な戦争」取り上げます。正しい戦争と不正な戦争、 Just and Unjust Wars。 Just and Unjust Wars、 1977年。1977年だから41年前か。マイケル・ウォルツァーもまだ若かったはずで、その若きウォルツァーが戦争について、戦争には正しいものと不正なものとある、戦争ってどんな戦争でも悪いものなんじゃないの？今の日本だったらそんなこと言われそうですが、ウォルツァ、アメリカ人、そこまで能天気でもないんですね。戦争には正しいものもあるよ、不正なものもあるよ。そんな書です。Just and Unjust Wars。 日本人にとっても全く無縁ではない、そんな書。それを今回取り上げましょう。今宵は風がとっても強いですね。春の訪れを告げる風。湘南海岸歩いてても今日は本当に風が強くって帽子飛ばされそうでしたよ。そんな風の音入っちゃうかもしれない夢ラジオ。ウォルツァーの正しい戦争と不正な戦争。戦争というのは、相手の国の兵士を、こちらの国の兵士が殺す、そういうこと。普通、人を殺すってことはやっちゃいけない、そういう行為なんですけど、戦争においてはそれはやっていい。いや、やっていいどころか、戦場においては人を殺せば殺すほど英雄になる。これ一体何や？この夢ラジオを聞いている高校生や大学生でも、普段殺人は最高の罪であるはずなのに、戦争になった途端、その殺人を最も実行した者が英雄になる、このジレンマ直面したことでしょう。徳川家康、英雄ですね、日本の。けれど彼が関ヶ原の戦いでどれほどの西軍の兵士を殺戮したでしょう。自分で手を下す、下さないは関係ない。その力で西軍の兵士をどれほど家康が殺戮したでしょう。家康持ち出すまでもなく、古くはローマ帝国のカエサル。このような英雄の陰にどれほどの殺戮があったか。マイケル・ウォルツァーの正しい戦争と不正な戦争。日本についてはね、原爆を落とす必要もなかった。いや、
原爆の前の東京 大空襲だってする必要がなかった。そんなこと言ってますね、この書で。けれどアメリカは日本に対してそのような残虐な戦争行為を行った。この残虐さ、それは戦争に勝つためだった。私たちも一度はどこかで聞いたことありませんか、アメリカ人から。原爆は必要でした、戦争を終わらせるためには。あの原爆がなかったら、宮崎沖あるいは千葉沖でどれほどのアメリカ人の先霊が死んだことでしょう。つまりこのようなアメリカ人が言う言葉の背景には、割と素朴な功利主義、つまり結果的に得られる利益が大きいのなら、その大きな利益に対して小さな犠牲は許される。18世紀のイギリスの思想家ジェレミー・ベンサル・ゼンペンサム以来ずっと唱えられてきたこの功利主義的な思想、まあ、それが大東亜戦争における東京空襲あるいは広島長崎への原爆、この正当化にも使われてはいるんですよ。そしてウォルツァー、このような素朴な功利主義に対して真っ向から反対。東京大空襲すべきでなかった、広島長崎への原爆投下すべきでなかった、当たり前ですよ、国際法違反。けれどウォルツァー、この正しい戦争と不正な戦争という書の中で最高緊急事態、もうちょっと笑っちゃいますけどね、もう最高緊急事態、そのような事態を想定しているんですよ。最高緊急事態、どういう事態か。それはね、リベラルなデモクラシーが危機に瀕する事態、リベラルなデモクラシーが危機に瀕する事態、すなわち自由な民主主義が脅かされる、そんな状況においては正しいもへったくれもなく民間人の殺傷、そのようなものまで許される。例えばナチスドイツ、このようなナチスドイツを潰すためにはベルリンの爆撃、ドレスデンの爆撃を正当化されるじゃないか。つまりウォルツァーにとって大切なことは自由であること、民主主義であること、これが保障される、それが最も大切なのであって、それを、つまり自由民主主義、それを脅かすようなそういう制度に対しては、その制度のもとにいる民間人を殺戮しても、その制度を転覆することには正当性がある。どうでしょうね、正義の議論としてこれを肯定できるんでしょうか、どうでしょうか。
まあ、私たち日本人にとっては、ウォルターにとって、大東亜戦争、あの時の日本人、そこまで悪くもなかった。自由と民主主義を否定するほど悪くもなかった、まあ、だからウォルターにとって日本には原爆を落とすべきではなかったみたいなことも言ってもらえるけれど、ドイツ人、確かにナチスドイツは自由だの、平等だの、民主主義だの、全くかけ離れた政治体制、その政治体制を倒すために民間人の殺傷を大いに、結構ウォルターです。そんなウォルターがね、2003年だったかな、2002年だったか、あの時に、今から15年ほど前に、アメリカが 9.11 の後、アフガニスタンを空爆するとき、そのアメリカ軍によるアフガニスタン空爆を支持する、そういう署名にハンチントン、福山と並んで署名した。うん、ウォルターがアフガニスタンへの空爆にそれを支持する署名をした。まあ、その後アフガニスタンだのイラクだのでの民間人虐殺もやむなしと思っていたんでしょうね。それはその地域において、このままタリバンだのイスラーム原理主義だのそのようなものがはびこれば、ウォルツァーが市場のものとするリベラルデモクラシー、自由な民主主義、それが壊されるから、正しい戦争と不正な戦争。1977年の書ですが、そこから25年ほど経った2000年代に入って、よほどアクチュアリティを増した書。そしてウォルツァーはブッシュ政権のアフガン空爆、イラク空爆、そしてイラク侵入も支持したんでしょうね、この人は。一体戦争に正しい不正あるのか、そして正しい不正があるとして、どういう基準でそれをそう決定するのか、一体正しい戦争、不正な戦争を決定するときに、ウォルツァーのようにリベラルデモクラシー、自由な民主主義、それを基準にしてよいのか。2018年2月の今、まだ答えの出ていない問い、イメラジオ、今回はマイケル・ウォルツァー著、正しい戦争と不正な戦争を取り上げました。放送中にも空はどんどん暗くなって、まだ薄い群青でも、もう街明かりがどんどんついて、綺麗な横浜の港北のナイトフィューですね、始まりました。水曜日の夜、今からです。